じゃあオンラインっていう、で対戦する経験も結構多いと思うんですけど、はい、そこでどの程度バックマンと経験が詰めているか、うん、手札を知っているかと、そして何よりこの BO5 の中で対応がどんだけ進んでいくかと、うん、ですね。試合が長引きは長引きほど、そのなんて言うんでしょう、ネタで持っているネタで戦っていくファイターっていうのは劣勢に陥りがちみたいなイメージがありますが、ありますが、この T という男は、まあ、なんか人間でね、普通にネタで勝ってるわけじゃないみたいな。まあ、それに T 選手のネタは5戦じゃ尽きないですよね。なるほどね。そもそもの話。はい。はい、5戦で出し尽くすほど引き出し少なくないんで。なるほどなるほど。あ、その滝に渡る。びっくりドッキリ人間大砲が見られていくかというところですが、通ザクレ白熱してるっぽいですね。ですね。後ろの歓声がもう非常に凄まじくて、通選手やっぱ強いですね。強いですよ、本当に強いっすわ。まさかルカリオ強くないと思いますけどね。ですよね。あんま強くないと思いますけどね。でも彼は願ってても始まらないって、うん、ルカリオでできることをするだけだと言ってここまで登ってくるプレイヤーですから、やっぱ過去作最強クラスだった人間はキャラが弱体化しても屈さないですね。だからなんだと、剣にしろね。あ、はい、剣選手異次元ですよ。あれ本当に今作のソニックの話ね、した方がいいですよ。もっと剣がどれだけおかしいかですね。人で勝っている剣、ただしこの場に上り詰めたトップ8の面々も、はい、人で勝っていることには変わりはない。数々の強豪を倒して、まずはグーアセ T パックマン VS プロトマナムルキナお送りしていきましょう。ステージはポケモンスタジアム2。マイク打ち、マイク打ち、マイク宇宙、攻め立てが終わらない。いきなり 35% 強気の着地狩りつかみ、通常空中ですね、上空中ではなく、はい、からの通常空中、展開取りに行くよりも単発ダメージが欲しい、そういう感じでしょうか。消火栓、気づけばパーセントは75、すさまじいダメージですね。ですね。ベルを出したところに横強が漁って、パックマンって結構飛ぶ生き物なんですよね、うん、なので空中前の相性はいいですよね。はい、その空中前に気をつけながら立ち回る T 選手の姿に、まあ、注目くださいと。ですね。まずは後ろ空中一発当てるが、消火栓にちょっかいかけたところ、つかみでリターンを取って後ろ空中が見えたが、前空中で暴れているのはプロトバの上、横スマッシュで正面に行ったが、上空中の裏当てで、はい、なんとかそれを事なきに終えて、リニアモーターカーかあのツイッターで画像を上にスワイプした時みたいな、いちご型のリニアモーターカーがありましたけども、それはさておき、前空中飛び道具を消火栓を挟んで貯めて、はい、鍵まで。そうですね、この繰り返しているといつか飛び道具で当たっちゃうんで、ですね、消火栓か飛び道具のどちらかにリスクをつけなければならないと、うん、消火栓を高めに落とすが回避着地許しませんよと、前空中で短期族からの復帰措置、移動回避が出てしまって、これはギリギリ崖をつかまない。一ストック先生はプロトバナム、通常空中で場外出してメロンを投げて、まずはジャンプを抑制からのその場上がりを通して攻め立てが終わらない。強気のつかみ、下スマッシュでリターンを取る。通常空中場外に出すが、着地より動かして上空中ジャストシールに対応するようなタグですね。はい、鍵を投げて硬いですね、うん、非常に飛び道具のケアが完璧。下空中から上空中狙っていくが、ギリギリ対地メタルにならずにつかみ打撃を5発入れ、場外に出すがまだ撃墜しない。マイク中、これはジャンプがないぞ。移動回避を使わせて硬直にマイク中、復帰措置で決め切ってしっかり詰まってましたね、うん、追いついていくが、怖いぞこの展開、危ない。あれを踏んじゃったらね、はい、そのまま尻餅でパーセント関係なく落下だったんで怖い展開でしたが、上空中上空中上空中、ゼロサムの弟子ですね、完全にですね。火力が高すぎて気づけば逆転しているのは T バックマン。復帰は横必殺技なんかではなく上必殺技からの、あースネークの師匠ですね、来ましたね。ドルフィンに対して、ドルフィンがトランポリンでヒットストップ伸びているところに下空中攻撃に向いている方向技で撃墜通していく。浮き阻止、素晴らしい。崖を掴む軌道ではなく下に逃がすことでカウンターを拒否して
崖受け身も完璧。パックマンの復帰非常に判定が硬いので、うん、まあカウンターで通射しようっていうのはかなりいい考えだと思うんですけど、それも理解してました ね。崖放し前空中にはダブルスラッシュを置いてます。撃墜通して 58% 対 0%、 まだまだ試合展開は分からないような状態。鍵まで溜まっていく。消火戦も拒否、下強からダブルスラッシュ押し付け、上空中上空中、後ろ空中は寸でのところで拒否して掴み、拒否しているダブルスラ当てて吹き刺し、角まで切り込んでくる。いや、バウンドする、バウンドする、あ、そう、上 B じゃない、横 B か。まさかのハーフムーン、崖つかまれの2フレームに合わせてきましたね。1分の1で合わせてる人間ではないんです、バラムさんは。何度も何度も試行回数を重ねて期待値が高いのを常にやってる、うん、あの下空中って置いとけば崖攻めも継続できるじゃないですか、うん、っていう強い行動を、ただもうシステマチックにやり続ける男なんですよ、うん、で、お、噛み合ったなっていう感じなんですけど、まあでも噛み合ったって言葉は失礼なぐらい繰り返してますから、はい、当たって妥当なんですよね。ですね、勝つべきして勝ってますね、この男は。さあ、メテを決めて一本取っていくのはプラトマル。2戦目もポケモンスタジアム2でお送りしていきましょう。ドルフィンスラッシュ危ないぞ、なんとか横必殺で拒否して帰ってくる。ドルフィン暴れ、一発見せましたね。通常空中、通常空中、移動しない回避で着地を落とすが、ドルフィン暴れ確定しないの知ってます。前空中には後ろ空中で的確にリターンを取って着地狩り、横強からのエッジガード、カウンター受け身を取って消火戦で逆にターンをつかむ。ドルフィンを当てて帰ってきましたね。前空中、前空中、エッジガード、前空中上にのしかかって、前空中もう一度決めにいった。 T 選手が技を当てるときにちょっと微妙に遅らせて技を当てていってるんですね、うん、もしそこでプロトバム選手がジャンプボタンを押してたら間違いなく撃墜するっていうですね。ルキナって復帰力高いよイメージがある人もいるかもしれないですけど、はい、ジャンプになったらもうゴミなんですよ、うん、全然横に移動できないんで、うん、なのでそのジャンプを潰しに行く期待値の高い行動を T パックマン狙ってますね。ベル下投げ、判定広いししびれます。横スマ確定取っていくが、見ました、はめてたらやられましたね。ですね、キャラが生成してんじゃねえって。前空中を深めに切り込んですぐさまストック追いついていく。通常空中、通常空中リターンを取って 58% ダメージを揃えていくが、上空中から上強対空卓を通して後ろ空中からターン継続、ジャンプマーベラスでディレイかけていきましたね。着地狩り掴みを拒否って展開を依然として離さない。後ろ空中からのエッジガードカウンター、この流れ非常に強いですね。うますぎる、あそこにすぐに復帰する選択肢ないですから ね、 ですね。バックマンはもうジャンプがないからなんとか上下とで掴んで拒否、返ってくるがもう一度カウンターからのバラム選手が復帰阻止を見つけましたね、うん、おっと T バックマンもアイデアで復帰してきましたね、うん、上から返ってくる、トランポリンがあったぞ、上空中から着地狩り、消火戦の後のホップまで見切ってましたが、スマブラうまさらに回避してましたね。上空中、パックマンの空中技各種はかなり強いんですが、的確にリターンを取っていくのはプロトバナメ。ベル対空から上空中、ベルもキャッチして着地狩り、最大ですね、前空中をジャストシールドしてアイテム投げてベルマースマッシュ、ベルから上スマで撃墜的な選択肢をやらずにキャッチしながら空用した意味がありましたね、本当にですね。いやー、最大なんだろうなって考えたらこれだったんですね。さあ、先ほども言った通りパックマンの前空中に本当に一度もリターンを逃さないのはプロトマの上、マーベラスコンビネーションを狙っていってドルフィンスラッシュ怖いぞ、なんとか強気のつかみは拒否して浮き刺し、ジャンプを残して帰ってきましたね、はい、横下座を先に使ってカウンターを削る、ミス怖かったですね。水流でそのまま流しルキナが見られるところか、流しルキナ、うん、夏が近づいてまいりましたね。ですね始めましたとはならず、そろそろまだ春だよと、の時間ですか、まだ春でしたね。上空中下スマッシュが見えましたが、はい、しっかりと暴れで拒否しているプロトマの目、消火栓が出ない、2回も地面をトントントンと、横スマッシュ怖い、決めに来ましたね、はい、もう強気のつかみ、嘘でしょ、2回も振ってまだ撃墜はしないが、ピュー、もう1回つかみ置くの鋼ですね、心臓がですね。あー、出た出た出たと、ダブスラ一段止めからのドラゴンキラー確定ですね。
ココイチで完璧にパックマンという飛び回るファイターに一段止めを当ててのけるのがフロトバラムですね。つかみ連打したって T 選手やばいっすけどね。ピン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 っつってね。どうなってんだメンタル。さあこのまま進出なるかフロトバラムというところで T の対応を見ていきたい。ゲーム3お送りしていきましょう。お跳ね返っても判定あるんですね、はい、ギャラが後ろ空中でエッジガードの展開。あーこれは早出し素晴らしいですね。無敵をしてきました。はい、つかみ通しますね、はい、さっき2連続で見せたにもかかわらず俺はこれをやるよと受け身を取ってその後の展開を見ている横スマッシュ体育。微妙な感性つけてんじゃねえって感じでしたね。非常にシンプルな横スマッシュですけどね、うん、当てますね。高すぎキャラが打って 58% まで下空中武器として狙っていて横スマッシュ乗りに乗っているのはこの男 T ですよ。後ろ空中前空中武器としてうまい、うまい、どうするカウンター。まだ耐えているが、いやー今のは3回目のトランポリンが一番良かったですけど ね反対側にパワーエースを出すことによって帰ってきましたね。はい、アイディアショー横スマッシュこのストックのうちに撃墜通していきたい。下空中からの読み合い移動回避で短期族狙ったがこれはさすがに対地メテオは受け身引くか。ハーフムーンからのルナスラッシュ決めて撃墜。オレンジを当てると真横に飛んでエッジガードの展開になる。下空中なんとかすっぽ抜けて事なきを得ている。前空中は許しません。ジャストシールドを取ってリターン 129% 撃墜に必要なパーセントをじわりじわり揃えていく。オレンジ投げる強気のつかみが見えたが暴れを通して横強から読み合 いこっからパックマンの撃墜はつかみで何回投げるの。投げる気はなかった。むしろつかみ抜きの展開で、はい、後ろ空中を当てて下空中の武器として届かない。無敵を合わせざるを得なくなるところに下空中で切り込んで届かせなくしましたね、はい、横スマッシュ怖い。ギリギリパックマンの足届いているぞ。攻撃上がり植木を対空から可愛い植木をですね、ですね。対空性能はちょっと結構あるんでね。あの技ダイブに対してはノーリスクで振っていける技。一度消火栓の前に着地してからフルーツ溜め直し。ギャラガを巻いて後ろ空中横スマッシュ決めに来ましたよ。前空中復帰阻止一瞬フルーツためを見逃さない。見逃さないですね。しっかり飛ぶ後ろ空中を刺しに来ましたね、はい、深めに潜り込んで撃墜。横スマッシュも前間にで拒否して掴みを通して後ろ投げ場外出してこれから後ろ空中まだ耐えてますよ。オレンジうまいの回避の硬直出ましたね。ターゲット構成しました、はい、スマブラ名物ターゲット構成的確にね横方向に飛ぶオレンジを当てて撃墜です。 T お前はお前には笑顔が似合うということで笑えっていうコールが飛んできてますけどね。彼の表情は真剣そのもの。余裕はないですね。ですね。ここからどうまくっていくか。一度の敗北も許されない T パックマン。ファイターは変わらずお送りしていきましょう。ステージは村と町に裏返するような形ですが高すぎる消火栓とギャラガが絡むと一気に 50% ハッピーセットね。ハッピーセット来ましたね。消火栓にかまっているところに掴みを通して上空中から後ろ空中ターン継続で 80% 火力を取っていくのは T パックマン。しかしここからね気づいたらあっという間に撃墜パーセントに追いついていくっていうのがフロトマンですから分からないぞ。前空中、まあ、パーセントメタだったの撃墜が課題ですからねパックマンは、うん、ですね。今のところ先ほどの試合ではうまく撃墜が通しましたがプロトバラム選手もかなり警戒できてるんじゃないですか、はい、横スマッシュだけはクラッチあかんだろうと対してダメージを貯めればしっかり撃墜が狙える気ないですから、うん、ですね。ベルの発生が見えたがギリギリ剣が先に出ているぞ。後ろ空中から下強で最速で消火栓を除去。まずは飛び道具を貯めて消火栓を挟んでというところ。鍵を投げていくがシールド拒否。シールドが硬い漏れないですね。上シフトも的確に使いこなしていや後ろ空中しっかり一番高いの出しましたけどね、うん、マイクちゃん
決め切りますね、この男。一瞬の油断も許さない、はい、ヒガゲスト。うまい。ベルをキャッチして B 技マーベラスコンビネーションで立ち回っていく。おもむろにベルを落としてダブスラダブスラ、読み合い怖かったダブスラの判定で消火栓の判定を潰してエッジガードを継続している。下強から前空中総裁ならばバンジョー OK、 トルフィスラッシュ本当てにはならずに受け身も暴発なし、掴みを強気に通してエッジガードの展開。下空中を置いているがジャンプ上がりで拒否。通常空中でターンを継続するものの後ろ空中村戸町が出た。ルキアの単発の高さが生かされてますよね。ですね。さああまりにも苦しいぞ、ティーバックマン対空で当てて後ろ空中最大だがギリギリ耐えている。先ほどの展開今度は拒否して、オレンジを拒否して上がってくるのはブロドバの上。この崖あまりにも激しく重い、移動回避下側移動回避で戻ってきて後ろ投げで撃墜。イジストックは返したものの依然として苦しい状況が続いているティーバックマンに、このターン継続の鬼が食らいつく食らいつく。ドルフィン相打ち上等、ギャラガから後ろ空中、これはなんとか返ってくる。横スマッシュもシールド最速でその場上がりすることによって、はい、ここね、第二ドルフィン素晴らしい吹き入れと移動回避、ね、これは無敵がないぞ。どうする、外に一回逃げて上から返ってくるが、ね、後ろ空中アッパーカットで村戸町が出た。ルキドのカラファーを生かしていきますね、この男。優勝まで止まらない気ですね、これは。ですね。最後の最後は村戸町崖端から撃墜ラインが近いという特性のもと、後ろ空中攻撃アッパースイングで撃墜していったのはプロトバルム。あのシュートを下し、はい、乗りに乗っていた T をさらに下しと登っていったのはプラトバナでしたね。まだ余裕がありそうなのが恐ろしいですね、はい、この男。トップ8の場でも安定という言葉がふさわしいですね。まさしくプラトバナムです。ルキナというファイターの理論上地でいくような男、うん、はい、というわけでですね、これにてトップ4がそろそろ出揃ってくるというところですかね。コスモス2の勝者で、はい、トップ4が出揃うので我々ね、はい、しばしそちらをちらっと、ライトカメメが勝者側で、はい、2人いて、敗者側は現在コスモス2がしのぎを削り合っている状態で、今ゲーム1-1ですね。はい、ではひとまずこちらの配信の方は、一旦切って、はい、で配信を統一してトップ4はい、という運びになってまいりますので、皆さんチャンネルはこのままで、はい、チャンネルはこのまましばしご休憩のほど。いやこれね、見てるだけでもね、はい、もう疲れてくるんでね、本当に息詰まるような攻防とはまさしくこのことで、はい、というわけで、では、うん、ですね、こちらの配信は一旦終わりですかね。ですね、我々の実況を締めていきたいと思います。さあここまでトップ8、トップ4デストロームまで実況解説させていただきましたのは私オムナウトとキセルです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また後ほど、はい、こちらのチャンネルで盛り上がりましょう。